皆さんこんにちは、今月はあの月です。そう、ショップにガヤが並ぶ月ですね。ということで、早速交換してみようか。まあ、動画コンセプトの都合上凸はしないけどね。とはいえ、工場からしか出ないし。星4キャラは今も増え続けているので。初期の2倍くらいには、出現率薄まってるんじゃないだろうか。今の段階だとほぼ全ての星4が、ピックアップ以外で狙って引くのは現実的ではないレベルだよね。星4狙いは罠、って結構古いと思うが、まあ別の話なので進めましょう。では、ガイアの基本情報から解説。ガイアは、オーソドックスな使い方だと、元素スキルと元素爆発使って、サブアタッカー的立ち位置だね。元素爆発が設置型なので、シャンリンと同じような使い方になるかな。爆発使って、裏に引っ込むという感じ。もちろん殴りたければ殴ってもいいけど、基本はサブアタッカー運用ですね。依存ステータスも攻撃力なので、ザ初期キャラって感じです。ここからは予備知識的な内容。これはかなり有名ですが、無限に海を渡れます。フォンテーヌでは海が全て特殊エリアだったり、最近のキャラが怪盗も受け石されたかのように、リオセスリ、フリーナ、そしてシャルロットも一人で簡単に渡れる。あとはウェーブボートもがっつり登場してますが。まあ、配布キャラの中に無限に海を渡れるキャラがいるのは嬉しいですね。ところで、なんでこれ無限に渡れるか知ってますか？実は、シゲクモだとうまくいきません。CT の都合もありますが、戦闘にも関わってくる要素が実は関係してます。はい、ガイアの元素スキルは俗に言うに言うという元素量で、付着力が強い、わかりやすい場面だと雷ハンマーで、元素スキル1発でバリアを削ることができます。一方で、シャルロットの場合。まあ、シャルロットは放棄なので無限に付着はできるわけですが、ガイアの時は、シャルロット目線だと2ゲージ分削ってることがわかりますでしょうか。一応これがガイアの元素スキルが2U で強付着という要素。敵に付着する氷元素の時間が長いだけでなく、元素シールドもより大きく削れる。だから、ガイアが一人だけで、元素スキルだけで海を渡れる理由だね。付着が強い、つまり海が凍っている時間も長いって感じ。ちょっと原神が楽しくなるかもしれない要素でした。では、一応固有テンプとかも見ていきますか。初期キャラなので、マジでシンプルでわかりやすい。スキルは単発ヒットと回復、爆発は普通に設置して終わりの単純ダメージ系。固有テンプはダッシュスタミナ消費軽減で、戦闘にも役立つ移動系テンプだね。ということで、固有テンプ1個目。元素スキルが敵に1体命中するたびに、攻撃力 15% 分の HP 回復。ないよりはマシ系の能力だろうか。これは、固有テンプなので回復量の依存度は上昇できないことに注意。一応命中するたび、って書いてある通り、複数に同時に当てると回復量も増える。ただ、回復量はおまけですかね。2個目の能力は、元素スキルによって、敵を凍結した場合、粒子がドロップするように。まあ、使うなら妖怪が今は主流なのであんまり活かせる場面は少ないかもね。ダッシュはまあ、よくあるやつ、重複不可能。そして、凸についてだね。おすすめは2凸。2凸すると、爆発中に敵が倒されると、継続時間が延長されます。単体ボスだと意味がないけど、爆発の時間が伸びる要因があるのは優秀だな。そして貫突も強いね。エネルギー回復に加えて、付着、ダメージもアップ。絶妙にチャージは盛らないと爆発が回らないので、その心配がなくなるのは優秀だね。一応4凸のシールドについても触れておくと、ガイアが即死する攻撃への対策にはならない。一応 HP20% 未満で耐えてある前提のシールド。まあ、無駄ではない系のサポートだね。それでは、武器や生物。まずは妖怪運用ならこの武器がおすすめです。基本は炎が下地になっていることが多いので、4番目の田中剣をつけても効果は発動します。爆発の付着は貫突していないと低めなので、熟知よりもチャージや攻撃力を優先してください。
生物は絶縁、あるいは変性に吸気族がいないなら吸気族です。ベネットが教官装備してたりすると、ガイアが吸気族かな。あとは、爆発が変性で回らないなら聖風もありではある。大体は、一緒にクムロサリアとかの方がダメージを出します。そして凍結用ビルド。基本的には、ガイアに氷をつけて殴る想定です。だから、ハランやクロケンとかはかなり相性がいいですな。ヒーラーを入れるなら、4番目くらいに、開演のフィナーレを入れてもいいでしょうね。編成で爆発が回らないなら聖風も候補。あとは刺激も入れないなら、通常攻撃のテンプは低くていいです。爆発、スキル、通常の優先度に変化するね。最後に編成について。まず代表的な編成が、妖怪編成です。ベネットでバフをして、シャンリンで炎下地。ロサリアとガイアで妖怪をします。ベネット、ロサリア、シャンリンと繋げて、最後にガイアで爆発とスキル。この辺を徹底してれば後は敵に、切り替えてスキルを使っていきます。ベネット、ロサリア、ガイア、はスキル CT が短いので、爆発継続中に全員最低1回ずつは撃てるはずです。シャンリンの爆発が回っていないなら、ベネットが余分にスキルを撃つようにしましょう。ちなみにマトリックスは消えるので、ちょっとニートタイムありますがご了承を。あとは妖怪なので、武器が高級になればなるほどダメージもがっつり上がるね。星5武器持ってる人ほど、強くなっていきやすいかな。シャンリンかロサリアをカズハにしてもある程度成り立ちます。シャンリンなしでもベネットで殴ってれば裏でガイアの爆発で妖怪が可能です。そして、氷編成だね。凍結を絡める編成なので、風元素キャラはかなり必須です。行く秋の枠は現在だとイエランやフリーナでも問題ありません。ハウンドのところで回復なしでやっておりますが。まあ、今気づいたんですが凍結の嵐なので、かなりの拘束力がありますね。風でヒーラーを入れるならこの前紹介した金箔平蔵もおすすめ。刺激もロサリアにすると、平蔵殴りでサブアタッカーに転じることも可能だね。凍結は編成を組み合わせればサブアタッカーにもメインアタッカーにもなれるね。神格がいるなら、オール氷の編成にしてもいいでしょう。ただ、ヒット数を考慮すると神格との相性は貫突が望ましいかな。ガイアは基礎攻撃力は低めだった気がするんですが、その代わりに攻撃倍率の方が高めに設定されていて、ユーゴロシバーバラとかで攻撃力をサポートしてあげるのもいいかもね。とか言ってるうちに、50秒ほどで2ウェーブ殲滅できたので、かなり優秀な感じですな。フリーナ入れるなら、ジンフリーナガイアと神格やシゲクも、ロサリアなど、氷の2枠目がおすすめです。ちなみにこのガイアはなんとなく推薦十字の剣を持ってます。本当になんとなく。ということで、ガイアの編成は大きくこの2パターンですかね。妖怪のサブアタッカー、あるいは凍結のメインかサブという位置取りだね。名前の出てなかったキャラで、噛み合うか気になる人はコメントください。最後は凍結開花だね。この編成はガイアが2突してる方がやりやすいかな。あとは、氷1なので爆発優先で聖風がおすすめ。氷、草、水と何かで、凍結を利用することにより、敵の拘束、そして草元素の消費量を抑えることができる。襲敵をしたいなら風を入れることや、雷とか入れて、超開花もできるようにしても問題はないが、氷元素を消費してしまうので、凍結成分が落ちてしまう。ちなみに、今回の螺旋は相性は悪めかな。12-1 では、3ウェーブ目の集合体の配置、通称フォーメーション護身体。通称に深い意味はないけど、固めて凍結で開花したいのに。絶妙にバーバラの輪っかから離れた位置にいるんで。前回は比較的いけた気がするけど、今回はきつめだね。まあ、集団戦特化用の編成。バーバラはサイレイつけて熟知盛り。バーバラ入れないなら普通の超開花にガイア入れるだけでもいいかも。一応この編成の利点は、氷や風も入れられるって部分だね。凍結開花、よかったら組んでみてね。ということで今回はガイアの解説動画でした。ガイアは、アンバーやリサはなぜか、無凸から内包してくれ、って感じの凸内容なのに対して、順調にアップグレードするという優遇や、普通に他2名よりも無凸からできることが完結してる。1.0 から環境は大きく変わっていますが、十分使おうと思えば使えるキャラですね。役割がはっきりしていることはいいことだと思います。
ということで今回はガイアの解説でした。気になってる人はぜひ育成してみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。